ウィリアム・チャンドラー・クローは、アメリカ合衆国テネシー州キングストン出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。2013年の MLB ドラフト31巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されたが、契約せずに、サウスカロライナ大学へ進学した。2015年4月には、トミー・ジョン手術を受けている。2016年は、 MLB ドラフト21巡目で再び、インディアンスから指名されたが、この時も契約しなかった。2017年の MLB ドラフト2巡目で、ワシントンナショナルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。A-9 オーバーンダブルデイズでもプレイし、2球団合計で9試合に先発登板して、防御率2.96。 17奪三振を記録した。2018年は、A-9 オーバーン、A 級ポトマックナショナルズ、A 級ハリスバーグセネターズでプレイし、3球団合計で22試合に登板して11勝5敗、防御率3.40、94奪三振を記録した。2019年は、A 級ハリスバーグとトリプル A 級、フレズノグリーズリーズでプレイし、 2球団合計で26試合に先発登板して7勝10敗、防御率4.70、130奪三振を記録した。2020年8月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった、同日のマイアミマーリンズ戦では先発して3.2回で4失点を喫し、敗戦投手となった。 この年はメジャーで3試合に先発登板して0勝2敗、防御率11.88、8奪三振を記録した。2020年12月24日に、ジョシュベルトのトレードで、エディエーンと共にピッツバーグパイレーツへ移籍した。ありがとうございます。